山田正也、サラバンニバより。誰が読んだか心優しきパンクロッカー山田正也です。いつも聞いてます。今日は12月、歌い納めの大交流会でございまして、28日、はい、初登場でしたね。そうですね。大交流会。おばちゃん今日読んでもらってありがとうございました。はい。とっても楽しかったです。楽しかった？はい。よかったです。最高でした。コバちゃん今日僕、ゆっくりっていうか、まあ一応ね、僕コバちゃんの後が僕のライブだったんであんまりこうずっとは聞けなかったけど、はい、でも、すごく聞いて思ったのは、本当にあの音楽が大好きで、なんかそういうのがすごく印象に出てるライブステージでございまして嬉しいよ、ね、バサラさんありがとう本当に楽しかったです、本当に楽しかった、はい、バサラさんもね、はい、やっぱりさすがね全国やっぱり歩き回ってるだけあって、はい、もうやっぱりパワーと、ありがとうございます。またね、訴える力、はい、メッセージ性もすごい、はい、来ました。ありがとうございます。最高です。またこれから、またね、年明けも一緒にライブの機会もありますので、これからまたどうぞよろしくお願いいたします。はい、また呼んでください。そしてもう一つ、コバちゃん、お店やってるんですね。せっかくの宣伝でも、沖縄そば屋です。海が見えるそば屋というそば屋を、嘉手納町の、海岸沿いでやってます。もう嘉手納の、ネーブル嘉手納の後ろの方の海岸に向かっていけば、うちの店がすぐありますから、わかります。じゃあ僕もちょっと今日概要欄に、なんか住所を載っけときますので、ぜひ皆さん、ぜひ。休みが何曜日とか言ってましたよね。月木金が休みです。月木金が休みで、11時から午後4時までの、4時まで、営業時間ですので、はい、とっても美味しいと言ってます僕も確かめに来ます。誰かから聞いたの？いや、小林さんから聞きました。あ、僕の友達のワオケさんって人がいまして、あ、ワオケさんがね、僕のライブに毎回来てくれるワオケさん、はいはい、めっちゃ美味しかったって言ったんで、今日も来てましたね。はい、はい、はい、行きます。はい、よろしくお願いします。コバちゃんでした。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。小林さん、ありがとうございます。はい、もう一人はですね、ザ・おかゆくん。どうも、ザ・おかゆくんです。胃に優しい感じでやっておりますけど、今日は実はお腹がちょっと痛いながらの、まずでちょっと体調がいろいろあったんですね。あとでね、ライブ終わった後に、さすがプロフェッショナルですね。終わった後にいろいろ話を言い訳になっちゃいますけどね、お腹がやられておりましたけども、もう僕ベラベラ喋っちゃいますけど、はい、2023年もね、バサラに誘ってもらったおかげで、僕年に5回はやりたいと思ってて、ようやく5回目のライブができました。ギリギリセーフ。あ、5回ライブやったんですね。今年に5回、そのうちの2回がバサラに誘ってもらって、めっちゃ貴重ですね。ザオカイ君をこう見れる国宝級な感じですけれども。そうなんです。だから来年はもう少しね、フットワーク軽い人間になりたいと思います。はい、まあ、間違いなく言えることは、来年も大交流会におかゆくんを呼ぶと思いますので、ぜひ、そうですね、出ますし、お客さんとしても来ますので、この YouTube 見てる方もぜひお客さんとしても、ありがとうございます、ぜひ参加してください。で、今回ちょっと僕もツアー周りで忙しく、一緒にこうなんかセッションができなかったんですけど、ぜひ次回は何かやりましょうね。そうです ね、やりましょう。ちょっと練習します。練習します。、はい、やりましょう。ということで、今日はザ・おかゆくんでございました。ありがとうございました。はい、来年もよろしくお願いします。